北口外観上見を、武蔵関武蔵関駅は、東京都練馬区関町北2丁目にある、西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は、SS14。練馬区かつ、東京都区部の最西端の駅である。相対式ホーム2面2線の地上駅で、京上駅舎を有する。2012年6月以降は朝晩のみ、準急停車駅であることから、 ホーム有効庁は重量編成分である。各ホームと改札外、改札外と南口、北口地上部との間を連絡するエレベーターが設置されている。また、各ホームと改札外、改札外と南口地上部を連絡するエスカレーターも設置されている。トイレは改札内コンコースにある。以前は、上りホーム上にあったが、 バリアフリー工事の進行に伴い2005年2月に移設し、同時に車椅子などでの利用に対応した多機能トイレも併設された。駅の高架化計画があり、高架化後は、島式ホーム一面二線となる予定。2020年度の1日平均乗降時には24,063人であり、西武鉄道全92駅中30位。近年の1日平均乗降。 乗車人員の推移は、下記の通りである。駅周辺は、閑静な住宅街であり、南口には、武蔵野の緑豊かで冒頭池を有する、武蔵関公園がある。近くを石神井川が流れる。実質的に、駅ビルが2棟立地している。駅は窪地にあり、周囲は小高い丘になっている。近くには、上地大学石獣井キャンパス。 都立石神高校や東京女子、学院高等学校などが所在している。商業公共施設金融機関自社学園道路、河川駅の南西方向に、区立、武蔵月公園があり、ボート客や春は、花見で賑わっている。また、同公園は、早稲田大学東伏見キャンパスと隣り合っている。南口周辺には、アニメ関連企業が多くあり、大梅街道沿いには、 ドンキホーテがある。駅構内店舗の詳細は、西武プロパティーズ公式サイト、武蔵関駅の店舗情報を参照。公共施設記入機関公園、自社道路、河川商店アニメ関連企業南口に、武蔵関駅、武蔵関駅南口停留所がある。また、当駅の東方約150メートル、関町更新通り上に、武蔵関駅入口停留所がある。 武蔵関駅停留所武蔵関駅南口停留所武蔵関駅入口停留所西部新宿線の立体化に関しては2021年11月26日伊予木駅から西部柳沢駅までの約 5.1km の区間で鉄道を高架化する都市計画を決定し2022から2023年どころの事業認可が予定されているまたそれに伴い 練馬区は、練馬区角街路第8号線について、都市計画決定し、都市計画道路補助230号線を整備する構想がある。ありがとうございます。